今日僕昼間からずっとジャッジしてるんですけど、ロックダンスのバトルのジャッジって楽しいなって思いました。で、僕好きなっていうか一番大好きなジャンルっていうか、まあダンスなので、まあ日本に生まれて日本語を喋るくらいの感じなんですよ。ダンスしてたらロックダンスみたいな感じなんですよね。多分シューターもそうだと思うんですけど、なんていうんですかね、全体の総評なんですけど、いきなり、そう、いきなりが、じゃあ着地点が見つかったんで、はい、はい、すいません、ありがとうございました。やめましょう、このヤジとかやめましょう。はい、全体の総評なんですけど、今日はロックダンスを専門にっていうかすごくやってる人じゃない人がいっぱい出てくれたんですよ。それにありがとうございます。拍手ありがとうございます。なんかこういう風になんかみんなで集まって1個できるっていうのがなんか俺の時にアクシデントが起きちゃうみたいなね、そういうことが起こっちゃうんですけど、こういう風にみんなで集まってなんかできるっていうのは僕はすごい素敵だなと思ったので、これ続けていきたいなと思うんですけど、そのロックダンスを特にやってこうもうすごくやってるわけじゃなくて、ポンって出てきた人の方が上がれなかった人たちの中でもロックダンスしてたような気がしました。僕はやりきってたりとかダンスをすごいしてたような気がします。なんかやろうとしてやっても結局何も伝わらないと思うので、やろうとしてやってる人はなんかダンスがずっと説明みたいになって、こうです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 みたいな感じに見えてしまって、なんかそれがちょっとこう単調というか、あんまり気持ちが入ってなくこっちには伝わります。で、こうなんかメンタルを持っていくのがすごく大変だと思うんですけど、僕も結構メンタル弱い方なんで、それすごい大変だと思うんですけど、こういう感じで踊れればいいんじゃないかなっていうお手本を示してくれたと思うんですよ。シューターと大輝が特に決勝とかバーって出して、あんなぐちゃぐちゃなね、大輝とかね、あんなもうなんか今日トニーさんみたいな格好してるみたいなさシューターとかさ、こう初めて見たような感じがするんですよ。僕はこんな長く一緒にやってて、違うんだねで、そうですね、だからこういう風に気持ちを出せばいいんだって、素直に踊ればいいんだっていうところをみんなこう見習ってじゃないですけど、そこに憧れてほしいなって思いました。はい、なのでそこを見てください。あとは大輝は名和歌のパネルを蹴っちゃったから名和歌に謝ってください。お疲れ様でした。ありがとうございます。